3042です。今日は10月の5日です。ついに明日、もう早いものでエディが亡くなって星になってもう1年です。なんか信じられないぐらい早いんですが、皆さんどうでしょうかね。そう、あれから1年ですよね。そういうわけでですね、私明日、エディの、追悼の意を込めて YouTube ライブ配信させていただきます。ちょっといつもは9時からなんですけど、8時半から20時半からですね、やりたいと思っております。それでですね、コルさんがですね、明日のためにこのアーニーボールの弦をたくさん送っていただきました。本当にありがとうございます。はい、各ギターにね、皿の弦を張って、バリバリに頑張ってみたいと思います。というわけでちょっとリクエストも多い、アンチェインド、バンヘイレンファンならね、絶対弾きたいリフですが、まず、チューニングですが、半音下げからちょっと5セントぐらいちょっと高めに、合わせてみてくださいね。そして6弦だけドロップ D と言いましてですね、まあこれワンタッチでこのドロップ D に、D チューナーというのがついてるんですが、ついてない人はですね、6弦の7フレットと5弦の5フレットを合わせて、チューニングしてみてください。そうしますと、ドロップ D になりますのでですね、まあ、やってみましょうか。だいたいね、チューニングとはみんなだいたいハーモニクスで合わせますが、まあそれでもいいんですが、まあやっぱり2本ね押さえて復元で、揺れのない、ね、チューニングしてください。そしてはい、だいたい合いましたら最後もう一度、まあ、例えば僕やったら6弦と5弦の7フレットを押さえて、はい、音の震えがなければ OK ですね。そして、アンチェインドのイントロですが、これね、1,2,3,4 こう聞こえると思うんですが、実はこれシンコペーションと言いましてですね、その前の小節の4拍目の裏から入ってるんですね。1,2,3,4 どうですか。まあ実際ね、ドラムが入ったらそういう風に弾いてますよね。だから一番最初も、まあ一番最初ね、 CG と合わすときはもうめちゃめちゃ難しいですけどね、そうやって、リズムシンコペーションを感じることはまず無理なんですが、一人で弾くときは必ず1,2,3,4 4拍目の裏から弾いてくださいね。1,2,3,4 はい、この6弦ですがやたらかっこいいですよね。これね、優しく弾いた方がいいですよ。1,2,3,4 優しく弾いた方が、ヘビーな音が出ます。これ逆に強く弾くとですね、いかついやないかと思うかもしれないんですが、フランジャーをかけると、優しい方がかかるんですよね。はい、ですのでね、こうやって要はエディがやってる、これ弦ね、こう撫でるだけでフランジャーってかかってくれるので、そんなに強く弾かなくていいんですよね。は1,2,3,4
これはですね、まあ、バンヘイレン風、いかにもエディが弾きそうな、まあ、3弦の12をスライドさせながらチョーキングしてみてください。そして人差し指で1弦2弦の10フレットを押さえます。そして2弦の13フレットを、チョーキングします。はい、ここでトリルみたいなのしてみてください。そこに、アームをカク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 と、そしてこれをこう弾きますね。こうなるわけですね。はい、ここの5弦の3フレットね、ちょっとピッキングハーモニクス思いっきりかけるんじゃなくて、押さえ込んでピッキングする。はい、これ思いっきりピッキングハーモニクスやったらこうなるんですが、ちょっと、原音と混ぜるようなね、はい、そして次ね、ものすごく変拍子に聞こえるんですが、これもまあ、バンヘイレンのね、これ昔バンヘイレンがドラムでお兄さんがギターやったらしいですからね、マンモスというバンドの前身は。してないので狂いましたが、これもね、多分まあエディが考えたの違いますかね。このリズムドラムパターンまでもエディが考えたようね、本当にもうすごいですよね。というわけで、10月6日エディの一周期、ライブ配信、この曲もやりますが、全部で30曲、本当ならね全アルバムからチョイスしてやりたかったんですけどね、どうしてもバンヘイレン3、ゲイリー・シェロンが歌ってるねバンヘイレン3からがねちょっとコピーが間に合わなかったというかね、やりたかった曲がトレムブロックで、まあもうややこしい話で、それ以外のアルバム、ファーストアルバムからずっと何枚出たかな、その中から、ピックアップして明日30曲、8時半からやりますので、皆さんぜひよろしくお願いします。